堺市立江ノ木小学校は、大阪府堺市堺区にある公立小学校。従来の堺市紅葉人上小学校及び堺市安井尋常小学校の校区を再編し、1941年に開校した。1941年2月19日付で、堺市江ノ木人上小学校として設置され、同年4月1日より公用、 安井の両校から校区内の5年生以下の児童を受け入れて開校した。なお、国民学校令の施行により、開校と同時に、堺市江ノ木国民学校に改称した。1944年には、周辺校の校区を再編する形で、堺市三国級国民学校が開校した。これに伴い、従来の校区の一部を三国級国民学校校区へ変更している。 太平洋戦争の戦局悪化により、1945年には、堺市中心部の国民学校児童も、学童疎開の対象となった。そのため、江野木国民学校の児童は、1945年6月1日以降、千北郡東,東東木村に、集団疎開を実施した。終戦後の学生改革により、1947年に、堺市立江野木小学校に改称した。 1950年に、堺市立大仙小学校が開校したことに伴い、従来の校区の一部を大仙小学校校区へ変更した。また、1957年には校歌変更を実施した。従来の校区の一部を三国丘小学校校区へ分離するとともに、従来の堺市立熊野小学校校区の一部を編入した。ありがとうございます。